こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ。コンビニ受け取りの購入者の方が購入後1ヶ月経っても商品の受け取りと評価をしてくれないです。対応方法を教えてください。という点についてお伝えします。それでは早速いってみましょう。はい。この動画ですね、こちらのタイトル通りですね、商品を購入後1ヶ月経ってもね、受け取ると評価はしないってことで、入金がされてるんですよね。ぜひその対応方法ですね、説明させていただきます。はい。これまずですね、非常に単純なんですよね。まず事務局にすぐ連絡するんですよね。で、これなぜ連絡するかと言いますと、規約はですね、1週間内に受け取りってなってます。はい。これがね、メルカリの規約になってますので、この1週間以内に受け取りがないっていう場合はですね、この購入した方がおかしいんですよ。はい。なので、事務局がね、対応しないっていう場合もあるんですけど、対応しない方がおかしいです。規約に決まってるんでね。メルカリの規約決まってるので、ぜひね、これは事務局の対応がおかしいので、再度ね、連絡していただければね、いいかと思います。はい。でね、私もね、以前ですね、商品購入して割り込み行為ですね。購入されたんですけど、1週間ですね、受けて、仕方ですね。してくれなかったです。で、おかしいと思ってね、連絡したらですね、私の場合はですね、メルカリの方で、連絡ありまして、1週間経ってね、受け取りされない場合もですね、入金がされました。はい。なのでね、この対応自体がね、おかしいので、ぜひね、すぐに、再度ね、連絡していただければね、いいかと思います。はい。はい、LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニュアルプレゼントのクレームスタンプお願いします。あと、YouTube は一切受け付けてません。LINE 登録後によろしくお願いします。本日は最後見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。